トレイケメッセンジャーはいこんにちはメッセンジャー黒田ですどうもこんにちはメッセンジャー相原ですこんにちは,にちは梅山朱音です あっという間の週間もう本当に春を完全にも飛び越えてちょっと初夏の入おいがしみた今日この頃でございますけども今は金曜日でございまして先週えの日の木曜日の朝僕風で起きてね風風風すごいね風ことか何も言われないようで初めんか俺泣いてんのかなと思って若いっかい違います大阪ね何かこう泣いてるんかなみたいな声でな音し 何やけ喧かしてんのかなみたいな始めなんか朝早めう。で、バッと見たらグワって言ったらあんかほんま、に台風みたいな風やったねびっくりしたでしょ福岡やったらえらいんか木もボコボ倒れてってなってんかいやもう京都もやっぱり木いっぱい あるんで、枝がそこら中に落ちてます。そう。いや、だから、ああいうのって、やっぱり、なんか春の風じゃないよね。春の嵐みたい。なほんまやね、言いますよね。その、もしかしたら、その、訪れたと。いや、今日は打って変わって。これも、だから。来週の水曜日まで、はけ、晴れるみたいなことは言ってたけど、どうなんや。まあ、もう、言うてる間に、梅雨やしな。そうですね。ね、あの、あれですよ。もう、あの、今年も、また、なんか、猛暑や、打てるんでね。やっぱり、あの、もちろん、いや、この掃除 プラスアルファね。もう一個は僕そのあれなんですよね。あのちょっとキッチン周りを<お>このなんか綺麗にするんやったら今ラッシュね。夏とかやっぱ暑いやんか。<ー>キッチン周りを何全全部変えた。違うねあひらさん。これねあのあの僕のしま知り合っていうかあのいるんですよ。その掃除片付け全部してくれる。 なんか家のいらないものを家まで来てくれて鈴なんでも引き取ってくれてお金に変えてくれるそうそうそうあの中西さんって人だけど、はい、やってくれて、まあ、あっちゅう間にやってくれるのよ、うん、でそのええのがねここにこうここを置けばこうなるっていうことも、うん、全部教えてくれる、ね、のよ<ー>、うん、で綾瀬はあの俺聞く限りやから怒らんといてほしいんだけど、うん、奥さんは片付け苦手なんやろ、うん とりあえず表面上取り繕うのに必死って感じ、ね、<laughs> とりあえずタンス一つ開けたり <laughs> まあしばらく一つ開けたらもう言うたら詰め込んでるだけって感じ、うん、<laughs> ねだからパッと見たら片付いてるようには見えますだからそれまあまあ,あのうちもその俺自体がね、うん、そんな得意な方じゃないのよやっぱりほ、うんなら、はい、ねやっぱ見てたら100均でもうあのコこナーなを全部買ってきてくれてんの、ね、よ ほんでだいたいここのとこにはこれを置いてここに置いてこたらもうすもう一個棚が全部うう,うまなくなるぐらいまで、ねえー、まじきりでこうなんかここはラップ入れにしたりで前でやってくれるのよね<ー>でここにこれを貼り付けたらいいとか、はい、で今なんかあのその後たまたま僕ちょっと他局で申し訳ないんですけど取、はい、れたてっていう関西テレビの番組やってるんやけども、うん、そこでたまたまやねんけどもあのお掃除術みたいなやってたんですよア原はやってますがあのテーブルの下に、うん 貼るっていうの。やってます、ね。<ー>これめっちゃいいね。まあ、あの、僕子供いないんで、わかりへんねんけども、なんか、子供がちょっと。リビングで、勉強するとか、うん、時に。その、なんか消しゴムだとか、<ー>鉛筆だとか。でね、それがこう、置きっぱなしになったりとか、で、うん、例えば、教科書置きっぱなしになったり。うん、資料。下にね、下にも貼り付けるんですって、百均で、籠、うん。カゴ だからそこにポーポッ,ッと入れ,るでと入れて<で>る、ね、引き出しみたいなもう今打ってん,ねんなあの,あの,トのに付けるみたいなやつが後ろにそれをやったらねあのティッシュもなんかあのあ,<ー>あのあれやねマジックテープで上下でペタッてやったらもう見たかに下に置かないっていうことしたら<ー>ものすごい掃除しやすいからこうできたりとかれこれだから、あのー、逆に言うたらやろうって言うてくれたらいいよねだこれねでもねあのそれも俺言うたやん、うん、結局なこれってもう、はい そういう才能ちゃうのと中西さんに、ねはい、こういうのってこう言ったら例えば図形が得意とかねここにこれを置いたらこのこの形を、えー、このバラバラになってる図形をこのきっちりした長方形正方形にまかとめなさいって言うとガチャガチャってできる通りやん,ん<ー>手取りス的に<ー>でもそういうのがないやつどうしたらいいんですかって言ったら「いやそれはあのあれ、ね、習慣なんですよこれは」と。 <ん>例えば相原の家を掃除しました、リビングが、うん、僕やったらキッチン、うん、相原はリビング掃除した、はい、相原がしました、嫁さんにね、お前の奥さんに21時間保ってくれ、これをって言うて、うん、21日間保れたら、それは習慣づいて、その脳なんねこれは科学って、これはもうあの、こういうのってメカニズムがそうなってるらしくて、だから21日間、印つけてんねん今。はい いやこれだから黒田さんの言うことは非常に興味もあるし是非とも俺は取り入れたいと思うけどもこのの前話なんですわだからこういうのをやってくれる人がおるでその人たちが来てくれるでっていうところに対して。 それええやん一回やってみよう一回やってみ「みそうや私もそう思ってたんや」と思う人と、はいね <laughs> ね、それやったら話早いわなうや一回やってみようやお金俺が出すし全部家中全部そうしてせえへんか、うん、それええやんか私苦手やからそうやってやってくれたもう一番ええねん」って言ってくれたらこれ一番スムーズや、うん、でもそこで「んちょっと待ってよ」 どういうこと、今ないちょっと片付いてないって感じなん。<laughs> <laughs> もう、もうやからや。て、てなった時に。ほな、あやらが、こう、うん、さ、一つ一つ、あとは、あ、け。これが、こ、これな、まあ、ここ、ここや。これが薬入れや。これ、これが。な。ひまれへやんけ。これが日常やつ入れ、ほら、日常やつの、入れるのに、ここにボールペンも入ってたりや、もう、むちゃくちゃやんかって。これ言い出したら、人のチぶをさらけ出すようなことになるから。言わない。こ、これが、なんか、性格に読んのよ。ああ。うん、そうや、な。 って言うてくれたら俺なんかもうそら気持ち早いで、はい、もう何日何日何日って言うよこれどうですか本当は これアイ、はい、今井原、まあの,の悩み今悩みが今に、はい、もう言うたらそ,その前に悩みというかもうこれ30年以上い前,前に <laughs> 前にその要は何で私の,このやり方が悪いって言うてんのっていう話が来るかもしれんってことでしょ、うん、だから素直に提案するわな、うん、素直にまあ例えばさちょっと車汚れてるから車洗っといた方がええんちゃうか<ー>やんか、うん、でも普通は車が汚れてることはもう気ぃ付いてるわけやんか、うん、トロっとろやんかっていう状況 <laughs> <laughs> いやそれはでもお前がお金払うって言ったらどうなんやねんあかんのかそれでもそ気になるのか家のいや,やつこれだからどう黒田さん微妙な女性の気持ちが分かってないのはねそれは一般のね <laughs> ご家庭ならばそれでもええかもしれません、うん、少なくても黒田さんの奥さんやったら黒田さんの奥さん相、うん、原のやったら相原の奥さんって。 あるわけでほんなら普通に「てへそうなんです片付け苦手なんです」と言えば多分向こうの人のんプロやからプロやからね全然これぐらいありますよって言ってスムーズに運ぶけども一つ乗っかるわけですわ汚いって思われたら嫌なんいやちゃんこうか私がすごいだらしないように見えてるしあんたこんな人頼むってことは普段からそう思ってるわけよ。これは全然違う。 全全全然然 <laughs> 然違違違うううことない,いやそれはいいやいやだってうちとか別にその機嫌ようやってはるからいやだから、うん、田さんはさ、ま、だ月日がさそんなに経ってはれへんからんだからま,まだ折衷案じゃないけどもそうか私はちょっとあの片付けちょっと苦手なんかもしれへんなぐらいの感じやんが、うん、俺もうその30年間おってさ <laughs> まず、嫁はんの汚れを落とさな。心のな、知らんそこまで言うから、それぞれ問題。いや、これって、ほん、これは、でも、ほんまに。これは、うこれは、だって、お、まあ、こんなこと言ったら、今怒られるかもしれない。女性ってさ、やっぱり、その。損得好きやんか。損得好きやんか、損得ね、損得の駆け引き。例えば、梅山ちゃんがやってる、その指輪。はい。二千円でこうたけど、なんか知らんけど、なんかどっかの、女の子がつけて、今一万円になってるって、たら、売るでしょ えまま、そうですねだからそう要はその,その,その損か得かっていうところに、まあ、得はやっぱり好きじゃない、はい、ですかでその長見さんのとこは買い取ってくれる,、ね、くるで,で、ね、金返してくれるっ、えー、と、ね、あのこのラジオやってこんちゃんやってる長峰っていう交差点してるよ。 だか,だからその買い取ってくれるんやったら別そ,その方式はオ、OK、ッやねんその方その方式は帰ってくるねんねんでお金がでそれは全然ええねん、うん、だからそれ,それプラス片付けるはちょっとちゃうやんかうんだからいらんもんを買い取ってくれんのはええねん全然来てくれんねん俺が腹立つだけで、うん、どんだけ買い取ってもらわなあかんもんが家にあるんだっていうだけの話やけどただその 片付けるになってきたら片付け屋さんが車への片付けをせなあ,<ー>あかんという頭に働くやんかそうなった時に誰がしんどいねんっったら多分まず俺、うん、でなんかその片付け屋さんが車でピリピリしてることでこ <laughs> 子供たちも子供たちもなんかこうなんかこう落ち着かん日々が続くいや本当にだって俺も思うほんまに来てほしいの来てほしい買ったりもするよ。はい ん多分その女性側奥さん側が片付けに対して興味が興味というかこれはもう俺何でも前に言いましたや、うんがの嫁の実家に行った時に、うん、そ,それで普段から生活してるわけですわ嫁の実家って、うん、その時に俺はバッと初めて行った時に <laughs> <laughs> これはほんほんまにんかテトリス状態なんですよ箱をだっと積み上げて<ー>どれがいるかいらんかとかそんなこと関係なしで隙間があったら全部埋めていくよなっていう <laughs> なこれなかなか広い、ね、狭くはないおうちやけどこれ荷物の量すっごいなっていう感じやわ。ね、もちろんそれで落ち着いてさ普段生活子供もの時からしてるわけやから自分がそれが染みついてるやんか。はい、だから俺の片付けると 嫁さんの片付けてるは、全く次元が違うから。すごい問題やな。すごい問題。だから、三十年かかって、俺が、あの、嫁がさ。 と出かけた瞬間に、ささささっと、さささっと片付けるというやり方を。初めて思いついたわけよ。なんかこう動物でもさ、うん、僕飼ってるから、全然動物の匂いとか、そう、はい、動物かまあ犬とかでもね。そんなにかうきに、あの、気になれんけど、やっぱ飼ってへんとかするとね。やっぱり犬の匂いっに言わてとちゃうやんか。そ,うね、それって今言うてるみたいに、まあ、これ嗅覚の。 あともう一個言うのは全部俺から歩み寄っていくっていうこと今日はもう昼から昼まで時間があるからまあ冬布団をまず洗って片付けて圧縮袋にしてこう入れ替えようぜっていうのを俺から提案してで俺も手伝うとで俺もこう上の棚に入れるっていうそ俺の時間がないことにはどうにもいやお金の問題じゃないってことやなお金の問題じゃないなるほどお金の問題じゃないけど。 例えばやけど、うん、相原がそあのまあこれを全然あの嘘も方便ってやつで、うん、なんかただけもうたんやと <laughs> そ<の>、うん、んか俺からね俺からただけもうたんやと、ねうん、招待券もうたんや、うん、これったただでやってくれるらしいでっていうのこれはまああかんの。うん うん、それはだからそ,そういう問題じゃなくて買い取ってくれるっていうのは別に悪くはないと思う、うん、実際の電話でほあの飛び込みで来たらしいね、うん、えー、買い取り専門のど具のうのとあるやんかこれ片付けになったらいいやんやろ片付けになってくるとこの話が変わってくるっていうのわかる<や>これ女性だ多分わかると思うわ俺からしたらもうお金払ってさ全部すっきりしてい、うん、らんもんはいらんもんってそれがめっちゃ気持ちいいよねそれゃもういらんもんはいっぱいあんのかいらんものは多分ないやん どれぐらいあんのよ。箸、箸、箸、箸だけで。お箸、お箸だけでも、まあうち四人家族が六十分。これわかるわかる。わかる？わかる。わかる。俺もわかる。だからまあ例えばね、割り箸とかでももうとっとくねんけども、実際ね、じゃこれ一年前やってたら時にね、でもいつでも使えるやと。思うか。そうそうそこれを こつることによって、ここに隙間ができて、ここにいらんもん入れるやんって言ったときに、いらんもんじゃの、うん、例えば、その、なんて言ったら、まあ、ラップが入れれるなとか、それを入れだしたら、すってすんのよ、ね。うん、そ,うそうそうそう、そうそう、そういうことです、そういうこと。ううこと難しいそ。それこそ、まあ、まあ、なんせさ、ドレッシング。お、わかる、ね、ドレッシング。まあ、はやりるのドレッシングもあるし、いただいたりするのざっと2、30本ある。あ<ー>で、それを見たら賞味期限も多分切れてるやつ<ー>いっぱいあると思う。うね、ただ、 置いいときたいいやだから処分っていうことに関して甘いんやと思うねあかる。新しいもんは買ってくるよだからお腹が痛くなるようなものは食べへんけどもそこにはあるってことああいらんのにってことやなうんだそ、それは振り返らない振り返れやドレッシングは振り返らない <laughs> 振り返るよぱっとこう振り返らない <laughs> 振り返らねえけど振らなあかんねん <laughs> ドレッシングいやだからそれはもう性格やと思う ゴミ袋のさレジ袋あってもらってやるのそれを縛ってこう入れるやんか分かる大量に分るあれもあふれ返ってるぐらいの俺はもうせやったら捨てたらええやんと思うね別にもったいないともうあふれ返ってんですゴミ袋分かるかるなそれこんなちっちゃいゴミ袋は何も入れられへんやんあれやガム1個買った時もらうようなあれもやっぱり置いとくのよ分かりますね ってなったそのに、分その来てくれる人がパーっと来るわけやんか、いるイランは、多分その人が聞くわけやんか、ほんな多分やけど、始まって序盤戦の15分で、喧嘩売ってんのかみたいになってくるほどこれね、確かに、これいりますから、中西さんが言ってた、年取れば取るほど取れなって、俺のところ早かった俺、どっちかって早いねもういらんが、もういらん、それだけ置いといていらんってやんねんけど、やばいね、 年配の人のこう行く家行くやんか結局いるいるいるでもうちの場合は多分やけどイランイランイランの二百六十連発やと思うねあそれが嬉しいでもでもそれはなんか自分のだらしなさが形になってるような気にもなれへんじゃあそんなイランももうなんで大丈夫だ向こうはプロやからそれは思えへんけど俺が横でニヤニヤしてニヤニヤするからよニヤ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 するからよ 動画りするやんか、かその模様とか <laughs> めちゃめちゃ嫌ですよそんなんされたいやでもほんま買ってくんねんなうちの嫁さんもそうやけどなんかやっと掃除終わっただけどな,んかなんかちっちゃい箱あるなと思ったらなんか着てる靴、はい、ちっちゃいもうほんまにあの人形が履くような靴ミニチュアのミニチュアのコンバースの靴がああ いるかわいいとかいるかって小物が好きなのそうやねん1個買ったら集めたくなっちゃうからそんなんもう言い出したらそんなん言い出したらもうそんなんもうそらもう一日会話なれへんねんどうこれどうすんねんって言ってこれはけもせん本番飾るんですよそれはもうこれ飾るんだって備えも飾らへんのねえっと 淡路島持っていくって倉庫やないねんてつやねん聞いてへんから言うけど淡路島の俺知らんかんだけど2階にね使ってない部屋があったんですよ2階あるんですよ今ねで僕それ入れへんねん俺もう入れへんねん2人やねんから入ることないん俺下でおるしで向こうで向こうは上で1人でおるしでもう1個部屋あねんなはあれそういうこうちさんとこう風通しようっの忘れてんなと思ってガラッて開けてん フィギュアの嵐えなんかもう夢の国やん。それが正解なんのそのフィギュアをリビングのあちこちに飾られたら辛いわけやん<ー>飾り出してんねん。 <laughs> もうないんですよ。置くとこないんですわ。<laughs> もうそうなったらしんどいやろだから区分け区分けするっていうのが一番ええねん俺の部屋は俺の部屋あなたの部屋はあなたの部屋<や>で,、ね、でもあやなた進出してくるのやね進出してくる確かに、ね、あのトートバッグねあるじゃないですか、はい、であの 朝ね、僕結構早起きやから、はい、あの24時間やってるスーパーあるからそこでちょっと買い物行こうと思ってなんかないかなってトートバッグ持っていかないかんらね、うん、いつも持ってるやつが中でな,なんとなく持っていったよそれで入れとってったらもうね表面みんな見るな思うたら片側表面に全部アニメのバッジ<ー>全部もう隙間なくもう日本橋バージョンやねでそれい でも黒田さんのことねやっぱり黒田さんそういう人が好きなんちゃういやいやだからそんないるかお母さんのお母さんもやっぱりじいちゃんに思い出ボロボロのししを掘るような人やったからだからお母さんもそういう人やったからあいつ全然ちゃうねん。というかそういうところでちょっとつながってるんちゃうのちょっとお母さん似てるから。いやだって T シャツとかさ勝手にバックプリントで書いてることか俺なんか知らんから聞いてるやん。 なら後ろの,なんかちなんかあのラーメン食べてるときにお,おっちゃん、兄ちゃんって、はい、エヴァ好きなんですか?」って言わ <laughs> 何の話ですか後ろのセリフエヴァンゲリオン」の人からですよ。何て書いてるんですか <laughs> 何にも知らんからさ知らんってしかもセリフとかね余計分かんないですねセリフが書いてるよく分かれ何が分かれ何の文字か分かれんこよセリフが入ってトイレ行って日めくりの中に日めくりカレンダー置いてあるんだけどそのカレンダーも「何を言うてんねずっとお前のそばにいるよ」とか書いてなんかようあのおじいちゃんのボケない男女とかあるいはあれなかなと思っていう考えだそれもアニメのセリフやねんえやねん俺そんなん横にな 台してる時にパッと見たらなあトイレットペーパーの上のゆめくりがな <laughs> ずっとお前そばにいるよって言われてもいや俺きつまあこれはもうほんま仕方がないけど進出してくるんすわ一緒に住むっていうことは折り合いその折り合いをどこでつけるかっていうことやろな、ね、これがやっぱりその30年の戦い,そう,いうそ,うそうやとだから俺,俺らは今ちょうど俺の部屋は俺の部屋っていうことで完結して、はい、あとまあトイレ うんぬんかんのが俺が全部掃除するっていうでもそのお前のお嫁さんがあれやんか、うん、別に自分が好きやからってお前にそのすっごい大きな帽子を買ってきたりそれはそれはでもやっぱりあのこの前は,は久しぶりに言うたんえっとね PTA の役員になって PTA やから学校に行くやんか行く機会が多いねん<お>ね、まあ、上はジャケット羽織ってそれなりの格好したけどやっぱりそのどっ で自そのいやあれやかも前も小学校のなんか卒業生ぐらいの時に、まあ、着物はええわと、うん、着物はやけどグラサンかけんどやらねえ着物にグラサン言わした島やないねんからラグラサンいらんのちゃうから <laughs> 北,北九州の成人式ちゃうねんから <laughs> そ,そんなやっぱそこはちょっと気に、ね、はる、い、えその前初めて PTA の時行ってもう俺は正直 帰ってきて言うて行くときからキリはなってて何やっ行くときからキリになってくて帰ってきたときにあーわってどうのこうのって思える話の中にこうやってこうやってああやったって言っててまああの別に俺はええねんで <laughs> 俺はええプライベートでは俺はええと思う <laughs>、はい、ただその 学校、子供たちが行って公、まあの,ね、の場所で、まあ、しかもやけど俺の奥さんって分かってるし子供たちも顔もみんなバレてる中で、うん、その上はジャケットはいいけど目,の前あの目を覚めるようなその下ははホットパンツは良くない <laughs> ジャケットにホットパンツ <laughs> ちょっと短めだからそういう着こなし。流行ってるんですよね最近<で>ジャケットに短めのパンツ。 で田歩いて俺まあ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 学校にそこの何個性は一つあの言うやつもおると例えばこれが相原みたいな今の相原が例えばタイムマシン乗って子供になった時にそういうお母さんがおったらお前が一番言うてたやろ言うてたしで実際小学生の時に言われてたやんかと。 そうういおおばちゃんがっただからうちの子供たちのお母さんが分かってるわけやんか目立つからなもう言うたら小学校なんか6年間の間でもう自分を出すっていうことを覚えてしまってる嫁さんやからそんないや最初の遠慮もなくなってるやんかお迎えとかあるからほんなら女の子とかやっぱ言うねんあんたのおか派手やなってこうバシッとあんたのおか派手やなま言う 俺らも言うてきたしな言うてきたし子どもの頃長男はやっぱそれを微妙に感じ取って、はい、派で派手なのも自覚してるやんかで次男はあんまそういうことが分からへんのやろなうん派手ちゃうやろお<ー>普通やろもう慣れてるってのもい派手ちゃうやろ落ちたその女の子が「派手やんかいや派手ちゃうやろ派手やんかいや派手ちゃう」っていや,ちう,ていやうちのお母さんも言うてたもんやっぱそれはお馴染みなんや それを相原だけ聞いた<ん>嫁さんも聞いてんのその話は嫁さんが言われたよってお母さんにその娘さんにゆ言われてるとこ見たやんあ,<ら>あんたの、えー、お母ん派手やなそれについてお母んはお前の奥さんどういうふうな心情なの、まあ、私はちっちゃい時から、うん、自分なりのファッションで生きるって決めてた <laughs> 誰がそんな子供にはちゃんとした答え出せ言うてんねんみたいな 俺もそんな意見じゃない。俺もまあだから、あの、俺はそれでええと思うけど。揉める。tpo があるから。で、そ、それあいはら言うたら、どないな。その、その、一応言うて、えら、その。一応中学校の p. T. の時は、あの。すく、おかしいとは。言うてたよ。おかしかな、これって言うから。まあ、あの。何。おかしくないと。うん。みんな、めちゃくちゃ気遣って。もうおか。嫁はも、気づけ、このきは。 お前我が旦那こんな性格ちゃうねんからさおかしくないでってさ <laughs> もうおかしくない <laughs> おかしくない梅田やったらおかしくないバー、ね、やったらおかしくないけど <laughs> やっぱり子どもたちの学校の PTA ではあの若干浮く可能性があると。すっごいなんか よ弱くいやだってさその入学式とか行ってお母さんお父さんの雰囲気をやっぱこう見るわけやんかやいい、ね、ほ,ほんなら小学校の時はやっぱ派手なお母さんもいらっしゃってん、うん、わ若いお母さんもいるしちょっとあな,なるほどねお父さんもなんかちょっとイケイケなお父さんもいてはるのな自分でなるほど、ね、企業やでほんで中学校高校のやつ見てたらやっぱりちょっと普通やねんあまり目立つもうめちゃめちゃ普通やねん<ー>もうなんかこう別にね言うたら外でとは知らんけどうん、うん、知らんけどそこのとこはもう、うん 主役は子供だ普通やねん子供より目立っとるやないかいと <laughs> 子供もとたら全然目立ってへんかたら平均的な子やから別にそんな髪の毛も普通やしまあ当たり前やけどでも自我は強いけどもその受け入れ体制でもないねんな別にそれはでも<ー>やっぱ子供たちが中学校になって言われたらちょっと辛いなっていうのがあるからあえてあのちょっとちょっと抑え気トーン抑え気味でいこうかみたいな。<laughs> さえでそ,かそれでいうとそうかそ,の、はい、そこででもそこの何だの片付けっていうことに関してもやっぱその家にそりゃそうやってこんなあれやけど嫁のお姉ちゃんなんてさまあその俺が乗ってた車をあげて、はい、なほんなやっぱ家もさそんな片付けへんようなまああまりうちやってやんかうん、うん、でその血がたっぷり入ってるからそのもらった車も多分一回。 も洗ってないし、洗ってなかったし多分その中もちょっとぐちゃっとしてたやろな走るたび警察で止められて不審者と思われるんやて警察が止める車って大体汚れてる車やんそなぶつかったとしてもあんまし直してないとか特に薬物やってる人間は如実にそれが出んねんてしょうもないお金使うより俺は薬物にお金かけたいからその。 直さないだとか、うん、そんで掃除する気がなくなってしまうからそれはもうあのだから大体公職出する車って大体そうやもんね走るたびに <laughs> まあだから東京やからサミットとかの時もめちゃくちゃ止められて細 <laughs> やった俺ら俺の中でやったら。 洗えよとか <laughs> うん、うん、お金ないわけちゃうのにねにいいお金ないわけちゃうのにそうそうそう家の中とか車の中は他の人に見られないから片付けないっていうの分かるんですけど、うん、外車の外って自分で目視してもみんなから見てもも,うもらった車やからもうええわっていう感じやと思うねんなでもそれでやっぱり大臣に乗ろうという気じゃなかったらあ、うん、げ,げてる方も気の問題だろうでも大臣乗ってくれたからめっちゃずっと乗ってて <laughs> <laughs> それはまたちゃうやろそっちのだ,だけの大臣やろやそれはそれでまあ ありがたいだから性格もあるからあなかち言われへんよ、ただやかな動けへんもん。とはゆえね、じゃあね、もう誇り一つないことが好きな女の人と男と、はい、これもしんどいで、はい、いいこれもしんどいで、なん、はい、でもかんでも,もうピリピリピリと片付けられてたらいやいや男も女もしんどいやんか。はい だから、そこって大事、まあ、ほどほどでええねえんがな。まあ、せや、ね。要するに、ぴっち生徒は言わんけどな、ななんかな。やっぱり、その、結局、共通して言えるのは。捨てないっていうことやな。捨てない。捨てられないんよ、ね。捨て、うん、ないやな。捨てな,ない。で、やっぱ、きっしょきっしょで、一回全部出して。<あ>っていうことって大事やな<分>。めっちゃ大事らしい。でも、それが、やっぱり、こう。 そうそう押し込むってそうほね俺でもそや精神キッチンの中でバって見るやんかんなら全部一回出させないやから出してんけども大体ね3分の1はもう捨ててもええねんでこれほんまに思いますわフライパンだけでも何個あんねんってやっぱ思う時あるもんで掃除もしやすくなるしねの綺麗にしたらねそら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 そそらそらそ みたいにも言いたかないやんか、うん、俺ははっきり言われたけどなキッチンはあなた専用です <laughs> 逆にそは、ね、まあ気持ちええやんかやええー、けど、うん、キッチンに置いてある何かその入れ物の

部屋だい嘘私もうあのショップの紙袋が捨てられなくってでもあんなもうほんまいらんで だからそれは使うなって思っちゃうんですよビトンとかそんなん絶対もうそうそうそうう本当にそうです化粧品買った時の袋とか何かこう友達に渡す時にそれに入れたらいいやと思ってそんな俺やでんからほんとたまる一方なんですけどやっぱ捨てられないんですよね頑張って買ったそのビトンの財布の についてた袋とかも、これはこの時買ったからと思っても、袋絶対捨てられなくて。梅山さんの家の部屋が汚いって、やっぱちょっと嫌。汚いよ自分ではどう思います。まあ、あんまり人が来ないので、一人ぐらい。トイレとか綺麗。トイレは綺麗にしてます。トイレは綺麗にしてます。たまたま、なんかさ、たまたまやねそのまあ。 家の方向が近くやからさ帰り乗せてあげるわぐらいのことってあったりもするやんかラジオの帰りねあれちょっとお腹痛なったごめんちょっとうめさんごめんちょっとトイレ貸してくれへん」って言ってまあな部屋入ってさ吉本のねこれ何十年も前さあれ何の番組だやらな一緒にロケ行って覚えてません谷町九丁目のとこでその時の吉本の女のマネージャーじゃなくて社員の AP の女の子がおって俺がね 全身金でロケ行ったんよ、はい、金粉塗らなあかんロケで全身金、えー、でこれは金色ってこう,こう全身で金やるとね えっとね、何時間か過ぎたらヒューが死ぬからそれまで落としてくれって言われて、えー、で落としてくれって言われてそのロケ中にもう時間切るからお落とさなあかんって言ってどこで落とす風呂も無理やん満勤やから<ー>あそこにおったもうむちゃむちゃまあ可愛らしいピーの女の子がおって吉本のな、はい、エピがおって「うち谷急で近いから自由だよな」ってい言うーあおまにそのままタクシータクシーがロケバス乗って。 でかやっぱちょうどそいつのところがあれやてあのユニットバスやったんやで全部落としましたでトイレ入ろうとおしっこさせてもらおうと思ってパッと便座を開けた瞬間そのねカチカチのやつがあってでででででこれをあの。 こ俺はちょっと悪いなと思ってせっかくな来たからで横にブラシがあっ掃除用のブラシが全然使ってなさそうなブラシこれでとりあえず俺もう辛いからなかったことにしたろうと思ったんやなで、それで靴を止めたらその絵がポキンと下えてぐらいもう強固な座り込みな ポキンと終えてれちょっと僕ら言わなあかんと思って開けて<ー>そいつにちょっと待てとよ <laughs> あんまり言いたない俺も言いたないけど言いたないけども頑固にもほどがある <laughs> 頑固にもが何,何年ものですかと <laughs> <laughs> あんねん <laughs> ほんまやなこれ,なあ,れあんねただその女の子がさキャハハッと笑ってくれるような子やったやんまだだから救いがあったわ これ梅山さんがそうやったのに俺は俺はね一人暮らし女性ってその時のね二人ともトラウマがあんねん俺も言うてもやでなかったことにしてやろうと思いたいよだからもし「こっ!」って思ったらほんなやっぱりそのまずはさ自分のショーでなショーを直撃でその落としてやろうとするわでもまあもう54やからもう勢いもあれへんなしわあ顔はビクともせんかなってな ってなった時に俺もでな,なんやったらさ俺がもし代理した後に、はい、これ俺のせいにさせられるそうや、んだよ。ってなった時にやっぱりその侵害やからそ,そ,やそこはやっぱ言うとかなしゃあない,ない梅山さんと、はい、<laughs> それは大丈夫かそこだけ頼むぞ俺もあれがトラウマになってるから映画を折れた瞬間に <laughs>、はい、嘘やろって突っ込んだもんパキーンって折れたから。いやあの っガラガラかって言 <laughs> あの <laughs> もうほんまにあのー、なあまあそ飽きませんよまあほ,ほんまにさ座って便座やったら座,座ってするけども、はい、た,たまにとトイレも我慢できなかったらさ便座を上げる時あるやんかあるある女性のところでほんならもうそ,のそこは掃除せえへんからもうペイズリー柄みたいな,な。<laughs> そう、なんかな。あれは、あれはちゃんと正直、思うっていう。まあ、そうですね、こう裏とかは。え、してない。え、正直、私は知っますけど。そういうとこちゃう。違う、違う、違う。大丈夫か、裏。ちゃんとしてますよ。あ、女子はだって、そこ上げる。上げないんで。でも、それは、それぐら絶対汚れるで。あ、かんで。たまに、こう。 い一生懸命するときもありますけど、うん、毎日毎日毎日あ毎日はちょっとしてるかで、ね、それ,それでなくてもそうやろそうやろってどういうことですこ <laughs> してる <laughs> ほんまにトイレ掃除するようにはしてるんですけど、うん、なかなかだからその一番目につくところまあ床とか、ねうん、その便座とかは、うん、あとまあ便器の中とかはまあ気づいたときにするんですけどその便座の裏は,裏は意外とねおっ,っていうときあるよね。 これ女性がね、うん、あの結局女性やからあげることは、まあうん、ほとんどんないやんか、はい、でも男の人が来た時今ベンダで座ってする人もおるけど、うん、まあ綾原みたいに昔の昭和の人間は俺らはもあげるかな、はい、あげた時にやっぱがっかり感がそれはねいくら花瓶に綺麗な花がリビングであったとしてもこれでなくなる なんぼトイレットペーパーの横にええ言葉が日めくりがええ言葉書いてあってももうそらもうそらもうそらやってるでも人が来るときに相原さんの奥さんと一緒かもしれないですけどもとりあえず綺麗に人が来るときにでもだから21時間の法則やってだからトイレをめっちゃ痛いあのねトイレを今言うみたいにたまにするからしんどいだけで毎日やったら全然あっちゅうまやであっちゅうま 掃除機とかもなかなかこう荒れ,かれえのかあのコロコロで済ますことの方が多くていやそれは埃とかはさやっぱりなかなかねこうねなんでもなでもそれ二十一時の放送やってした方がいい、ね、毎日ねまあ、してやこの男性をねこう来る機会がないわけじゃないやもう、ま、独身の方やから,からはいううらそうですねでもそういう時にそういうポイント見てるよな見てるあ、ね、ったは一回あのー、まああのー ロケでね、ロケである人のとこ行ったんですよね。で、めちゃくちゃ綺麗ねで、めちゃくちゃ偉い。で、結構梅山ちゃんみんな、大変。まあ、ロケで来るんやから、き当いり前やる。めっちゃ綺麗じゃん。いや、ほんま綺麗かってん。でも、ものすごい綺麗ね、新築なんて言ったら、いやいや、こいつ毎週掃除してるんですって言うやから。まあそれそそれでロケ終わって、何年かしてね、その方がね、結婚しちゃったんよ。うん。うん。ある男性の方と結婚して。 なんかの時にちょっと家い,いか、まあプライベートです。家、うん、でもなく、うん。どうしたんや、いぐらい汚い。えー、え。もう全然ちゃうやん。それ,それが吸う,やんいう,そういうことやん。それがだから。あ、毎日って言ってたけど。うん、うん、ちょっと絶対薄い。薄いや、そんなもん。で、それがほんま日常や。日常やった。<ー>たまたまテレビが来る時には片付けなあかんと思ったんよ。 男が悪いんかそれは知らんで今の時代女がやろう男がやるという時代じゃないかもしれんけどやっぱ女性はねやっぱ綺麗にやっぱこの化粧そうですねな映る時に写真撮ってやな内いちいちやきっちりねこれメガノ位置がどうな光の加減がどうな写真とな小顔がどう言うのにいざ一歩入ったらってとかもう絶対そこはどうやんのいやもううち入ってもらったら多分もう とんでもないことにじゃあかだからあれじゃあ捨てるもん捨てられない,ない捨てられないです本当にいろんなものが捨てられない過去の栄光も <laughs> <laughs> 徳島という名前も徳島という名の栄光も,も捨てれない <laughs> いや母じゃないんですけどはいもう捨てられないんですね <laughs> ちょっと断捨離やらなあかんな断捨離はしないといけない春の間にやらんと夏になるとしねもう暑いしおいでやる間ずっとねそうですね冷房かけなあかやんなカメムシ入ってくるしカメムシもおるしそこはちょっとやりましょう頑張ってはい今年頑張りたいと思います今テーマでございましてま前から僕ちょこちょこ言ってましたけども来年の三月で行ってた高校が廃校になるんですよね でつい何日か前に最後の学年総会みたいなのがあって40何期生まで行ってるんやけどとりあえず誰が来てもええのやて、うん、その連絡つく人たちは<ー>で俺ら、まあ、同期というか、まあ、友達同士で8人で行ったんやけど、はい、やっぱりああいう、まあ、言うたらさ会ったこともない卒業生たちがその時で集まるわけやんな。うんだって47回 全部っていうかまあ来る人はまあ大体決まってるんやろな、ね、そこの生徒会の何人かとか、まあ、今までずっと来てた俺がね37か6ぐらいの時一回行ったことあるねんその時に行った80人ぐらい,の<ー>ない言ってたから今回は200人超ええ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 えこええ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  えらいもんやなめっちゃ散髪とかしてくんなえええねーね,ーねやっぱりそのまあ他の人っちとあるけどやっぱ気にする人気にせえへん人とか結構なんかそこを久しぶりに会うからちょっとええかっこしようみたいな感じの気持ちになるのは俺わかんね、うん、うん、だから俺の友達とかでも靴とかも新しい靴履いてきたりとか散髪、えー、言うてももう55や俺ら。うん エグザイルみたいな感じ。<laughs> それはちゃうやろ。<laughs> めっちゃ金入ってる。れはちゃうや看護師やね。ええー。何仕事はええけど、それはちょっとちゃう,ちゃうそういうそういう人ちゃうのやろ。やそういうやつやね。<laughs> や普段はちゃうね。普段はちゃうけど、その駅で待ち合わせした電車で行こうで駅で待ち合わせした時に、はい、そのうっとこう眉引いた時にま。真っ のスイングトップてほんで横日ずー刈り上げて金とか銀とかの髪の毛でバーッて誰がそんなお前何やそれもうそれこそお前また田舎のヤンキーの成人式で55何の威嚇やねんおおってなっていや俺この日のためにちょっと恥ずかしいやう恥ずかしいやいや俺はやるなって思ったやっぱりすごい若いですね なんかジェームス・ディーンがモデルやったみたいその赤のスイングトップ着て昔のポスターであって<ー>この真っ赤なスイングトップ着てその T シャツでジーパンでって言っていや高校時代って俺こんなんやったやんっていうことを多分体現してるんだよな。<laughs> ここじゃそんなやったん全然違うやないかお前全然違うだからこの日のためにってか女性とかもやるやんか結婚式のためにほんまに痩せたりとかまあなやったとかもう梅山ちゃんも言うたらまあこの日のために普通よりちょっとだけダサくしてきてるんだ普通なんよまあ向川さん曰くは田舎臭さが出てないっていうかそれも普通の時は ほんまに普通やん、ね、<laughs> ここの時がやばいのえここぞっていう時はちょっとだけ出ダ,、ね、<laughs> ダサくしてないダサくし一番いいこの時期にあっ,って、ね、普通時はほんまに普通やえ普通普通服が似合いにくいんかな <laughs> そんなことあります服が似合いにくい <laughs> 現代人でどういうですか <laughs> 服をメス用になってもう何百円の服と立ってるだろう,ていう <laughs> 大抵いろんな種類の服ありますけどでそんなんだからプロに行っ頼んでみろよ 自分は持ち合う持ち合う先の片づけでもないけどやっぱりスタイリストんプロ見てもうたらねやっぱあなるほどなって思うよ似合う色とかねありそね俺はまあんま興味ないけどもやっぱり言われるもんねスタイリストさんにこれの方がいいですよとかこうした方がってえこれでええの二つだけ締めるんです」とか言うねんけどえなんやんと思うけどでもまあそんなのはいいと切ないのがあなたは別に気にしてないからええやんか梅沢さんは 気にしてるのか、お前。いや、気にしてるというか、一番辛いパターンやろ。言われたことないですか、そのダサいとかあんまり。いや、それはそうやって、それいだけ。田舎臭いって、僕は、俺は、僕は。めちゃめちゃ都会です。よ向川さんが言ってても、田舎臭さが抜けないね。梅山ちゃんはって言ってたんですけいや、なんでか。俺言うて、その向川さんが一人言ったら、百人言ってる。ドキブリみたいに言うな、おほんなら、田舎臭いやん。例えば、この日のためにと。 と、はいいうことでございますえ来週のテーマは「この日のために」です採用された方には特製ボールペンを採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントします来週金曜の午前中までに届くようお送りください宛先ですファックスは0 6 6 8 0 9 9 0 9零0 0 6の「 90 90メールはすべて小文字でおばあちゃんアットマーク mbs1179.comobachan アットマーク mbs1179.com はがきは郵便番号 530-8304mbs ラジオそれゆけメッセンジャー今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています 機能性靴下のエコノレッグとサンセットドッグビレッジ淡路島がお送りする今週のソレイケ目線さあ行きましょうはい、はい、まずは梅山セレクト結婚式ご祝儀事情若者のリアルな声 式場探しサービス、時花を運営する株式会社、リクシーの調査で、20歳代の64%が3万円のご祝儀を高いと感じていることが分かりました。そ,そ,その背景には、結婚式の内容や長い拘束時間が祝儀に見合わないと思う価値観の変化。また、毎月の貯金が3万円以下の20代が73%と、経済的な理由があります。従来の形式的な結婚式に違和感を持つ人が増え、カジュアルなドレスコードや、不参加でも、 お祝いできる選択肢の創設などゲストに優しい新しい形が求められています。ちょっと前にも話しましたけどこの3万円って結局僕らがね高校ぐらいの時になんかバブルの景、ね、気の時になんき決めたもんで例えば今のじゃあ20代のこの子らにね、はい、友達が多いと大学行っててなんかいろんなクラブやってたとかいう子からすると月ええ時に3回あったらもう給料万円そうで,すよ飛ぶでしょ。はい ね祝儀プラス二次会でほんん飲みに行くようなったりとかしあかんやんか、はい、これ本当にねもうみんなで考えたらなんとあのじゃあもう友達ってらんとことかねか例えばもう何か嘘ついて結婚式行かんとことかなんてなんか友達関係崩れ、ね、ちゃうでしょ。はい これねほんともうちょっと声れ男子や梅山ちゃん言うた方がええで梅山ちゃんが言えっ <laughs> 私がですかいや俺らが3万円とかね言、はい、うわけにいけんからあの知り合いになったらねあ,<ー>あれけどもでも梅山ちゃんぐらいのクラスがちゃんと言うていて法 <laughs> もう3万円は高い現実で自分らだけでやるんやったらほんまに1.5次会とかの方が多いんちゃうかな今ねただからやっぱりこれってあのひ、ー、な祭りとか、はい みたいなもんで親がそのホテルチーやっぱ俺から見てるとやっぱ親が全額出してもうやれみたいな感じが多いわもう俺個人でやったらそれもう出されへんやつやででな言うたら結婚式でプラスにしようっていうやからもおるからいますね世の中におるなっそれを当て込んで借金ができる人もおるし だからやっぱ1.5次会ぐらいで1人1万円取、はい、って 1>, 1万円取ってもうその代わり祝儀もなし何もなしでその1万円のうちからさ23,000円自分のところに入ってくるようにするぐらいのやつでよくないなんか,なんかち,ょちょうどでねこんなん言うたらあれけどドレスが着たい何が着たいって言うんやったらもう。 貯めとけお金ってなってくるやんけそんなお年玉で貯めとけずっと小さい頃からしゃあないやんかそんなんかお金お金なのにお金っぽいお金持ちっぽい最後の2年間やからってええってそれこそ牛乳パックの椅子でやかった牛乳パックや作ったドレスでもおもろいやないかよだっ社さんのドレスってあ前名前出したな六社さんの結婚式のドレスって桂由美さんやねん全部ええそれも何回お色直ししたやったっけん3回3回出したやんかよしゃあか西畑くん知らんよ は何にもあれやろ西く君はどっちかじ関わりたくないやんこのままゴールまで行きたいやろあの時はだから進藤さん時さんとかは言ってたけど桂由美さんのウェディングドレスかすごいでそりゃすごいでお色直しがあったか俺知らないでお色直しはしてたよあしてたっけうん3回ほどやったからしてた1,000万のあれやった言うてたもう1千万円ねね想像できないですもんまず。 ラユミさんってだから桂由美さんこの前亡くなられたやんかその時んか私は桂由美さんに作っていただいたってこれねだ桂由美さん側から名前渡さんといてもでもこれってすっごいええようなことやけどまあすごいことやこれってウェディング業界で言うたらほんとに 僕の、あの、み、あの、今までの、生きてき、いろんな結婚式に出ましたけどね。はい、大きくすれば、するほど、別れてるんよ、ね。ん <laughs> えー。まあ、そこがゴールになってもてるんよね。あ、まあ、ね、全全まあ、そこにね、全然。そのサラリーマンで、でが、も、もともと、その。うん、まあね、家,の家柄で、すごくね、うん、そのお坊ちゃんの家庭やったらさ。 まあそりゃしょうがないかっていうのもあればお父さんお母さんの顔もあるしまあで,、ね、でもそこでやった時にそんなんて意外とさ、はい、向こうは金出せへんかったとか言い出したりするやんかあまあまあなでもこの間私初めてその友達の結婚式の司会をやったんですよ、うん、今ままであんまりちょっとうう結構難しいんじゃないのな結構おお固めのやつやつそれが新しい、うん 式というかんんまず結婚式が、うん、あの普通ってチャペルみたいなところで一番前に新郎新婦がいて、うん、でその参列者がみんな前を向いてる状況じゃないですか、ねねうん、じゃなくて新新婦側の参列者と新郎側のの参参列列者者と郎がこう真んん中を見合ってるんで通路が真ん中にもちろんあってその一番前じゃなくて。 もうど真ん中で、まあ式みたいなのが行われる。んですけどみんなが見合って。あ、そうです、そうです、そうです。みんなが見合ってて、で、そこで、新郎新婦のお母さんが。それぞれの娘、息子に手紙を読むんですよ。だから、親善式みたいな。まあ、要は、その。男側のおかんからすると、おかんの今度新しい。娘に手紙を読むってことですか。自分の息子です。息子に手紙を。なん何なんや、ややこしいこと。 <laughs> 言うてええでや横おんか言うやんわざわざそんなとこで言うてくれんでええねえう,違う言うてくれた家に行くんや <laughs> そんなもんな <laughs> 家で晩飯しとくで言うからいいやそれこそそのもう親のための式ですまあ、家族のためのみんなその仲良くしてくれた人たちへの大切な人への式っていうそこから始まるの始まるんですよお母が息子に名前 で,読んで,でその新婦、えっと、側もお母さんが娘に手紙読んで読んで,んで,でまあちょっと神前式みたいな形でまず式が終わってその次披露宴、うん、もう高さがなくって、うん、もうあの長テーブルがどんどんと2列あって新郎新婦側の3列車も結構バラバラで座って。 で、うん、席も決まってないねや。はい。<う>で、あの新郎新婦も、その長机に一緒に座るんですよ。うん、え、料理とかはバイキングの。 料理は一応運ばれてくるんですけど名前が別にここいって大体ああいうのって席決まっとるやんけ誰誰がどこの席と関係ないねんや大っのここぐらいっていうあれはあるんですけどこの席に誰みたいな名前大体書いてあるやろ普通のあのフランス料理とかやったらなそれはだって一つのテーブルでさやっぱりその社長やったら社長の前の役員がおって決まってるけそういうのなくないんですよそれはほんまにフラットなやつやわそうです縦関係があるんやったらそういうわけでゃい何の司会してそれいらんやお前 あんな居がかりやんかいろやったらただ今から始めますぐのうとはそういう感じのことを言いますほいで例えば要はあのが余興みたいなの余興も大きいのはいらないって言ってて歌が上手な子がいたのでその人たちが出てきて歌歌ったりとかウェディングケーキもなくってケーキ豆乳あれも。

ある種ててな感じやねそ盛り上がったんめちゃくちゃ盛り上がってて高砂やったらやっぱりなかなか行きづらいじゃないですかしりにくいしな俺あれで写真撮ってくれって言ったこと一回もないねんでもまあ撮ってたやんか俺と新藤さんの時とかあれは俺撮ろう言うてたみんなで新藤さんが集まれってうから集まれ 集まれ言うから集まって。俺。テレビに出てるっていうことが認識できる奴は集まらそうやんか。俺別に、あれみんな行けべーって。言ってたよ。お、お、優しいなと思う。俺別に興味ながらなんでこれ撮んねん。どうせ結論のに後でって思う。ま、形俺今でも多分残ってんん。あそう。いやいや、俺、いや、俺は取りに行ったんじゃないや。あれみんな入ってくれから。なあ。でもそういうのが、その、 ややりすすいんですよね逆に一緒の机に座ってるからそれは楽しいのはそっちの方が楽しいよねそうですね何人ぐらい定員でえ百人もいなかったです100人もいなかったですたで<分>海山さんねそ,、はい、そこはさもうか家族だけほんまにお父さんお母さんぐらいまでやったらそれでいいねんけどまあ、ね、例えば会<社>田舎の家族やったら親戚あたりで一人ぐらい言うてくんねん なの結婚式はいやほんまにあの硬いとこのやっぱ親戚同士っていうのはそれがあって都会で久米米さんのこのね司会されたところの人らがまあまだみんなもともとほんとにあれちゃうのもう氷はあったんちゃう家族の新郎新婦同士が氷はあったんじゃないのちょっと。 珍しいわ二人が東京で出会って東京で結婚式やったんですけどへえ向こうの両親日本で青森とか余計あんの、はい、いらっしゃってて。あ<ー>あのあの それは本当に珍しいパターン。ほんなにブツブツ言うから、みんな近藤さん結婚式の時もブツ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 みんな言うね。おおもうなんかもうな何これみたいなことをもうその誰かとは言わんけど言うたりすんのよ。そうなの。なん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 。何回目で何回目でこんなに派手に。分かってるやつ。あ梅山ちゃんはこれやりたかったってこと。いやなんか新しいなってこれは三万円出す価値があるなって思いました。あそう。その一緒に。 一緒にその時間を過ごまあ結婚式よりもまずさお相手がいないでも一番多いんちゃうの結婚式で知り合ったっていうのはあっそれは出会いがもしかしたらそのね司会者って言ったら絶対と無理やけどもそんだけアットホームで言ったらこのオープンな会場であんねやったらね長づやったんでしょほんならもう男の子とかがさ例えば同世代ぐらいでしょ友達ゃねんからそうですほんなら向こうの新郎新婦の男の子の友達これ出会いが一番ある時やで梅ちゃん あの梅野ちゃん話しかけてきたりってへんのか全然なかったですもんえ、あるよな普通普通はやめてくるんだよその普あるやんかそうそれないの言うたわるけどさ二次会とかちょっと二次会いったん二なかったんですよあらでそこでまあまあまあその談談の時に舞うと飲んだりとかしちょっとちょけた男性がさあの司会のお姉さん独身ですか絶対あるわもしあれやったらちょっと ちょっとまだ一緒にごの食きませんとか普通ない普通はやでお前めっちゃダサかったんちゃんそうやろとめっちゃダサかったんちゃうんかお前もう一番でやっぱそれがあって間違えたか大きい大きいお前あの蝶ネクタイのやってたちゃうんか大きい大きなこの気のために頑張ったんですけねあのモノマネ師がする工藤静香みたいな格好してかこんなに 今週のすいませんということで以上今週のそれいけ目線でしたスーパーコスモ新井高さんグループの提供でお送りしますすいません愛原ですがどうか背中を押させていただけますか神様ありがとう このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです。前回のお悩みでございます豚足ガールさん友達の M ちゃんは結婚してから意識高い系になり先日コンテンツに出るので応援してほしいと LINE が来ました <laughs> 応援はしてあげたいが1票投じるのに <laughs> 3300円の大会運営が必要だという大会の名前を調べるときな、えー、臭く不信感が強くなってしまうどうすればよいか <laughs> 僕もこれよくく聞んんんんですな話あねめっちゃあんねん。でんでこれするかって言ったらやっぱり例えば再婚したいと時にプロフィールに書きたいんやでこのなんとかコンテスト優勝とかそういうのがやっぱ欲しい。肩書きが一つ加わるわけやなそうでしょまだまだお姉ちゃんはまだ独身やけどバツついてる人がもう一回こうする時にこうその。 マッチングするためにいるんやって。 いう理しよこれはもしくは子供の時から実は女優になりたかったんやけど結婚して子供を産んでもうそこそこ子供も手離れて終わったでも前の先の綾原の奥さんが優とかじゃないけどやっぱり承認欲求多いだから本人の自己満足はあるやんただ例えば梅山さんがさミスさつまいものコンテストで出たミスさつまいもなる時の時ちゃうんか事島言うてんのに。ほそ一票 入れてくれはい。なんも絶対そのさつまいも購入せなあかんとかも。そうやった嫌やもんねさつまいもぐらい買ってくださいよ <laughs> 安いでしょうなんで <laughs> うなるときっときちゃうよそこは裏切るんかいちゅん話でなんでお前鹿児島行くねんまあまあだからそういうことはまあ 今まだないともあるけどずっと夢で持ってたとかお金かかれんかったら別に好きにしてくれたんいけど一票ぐらい言えるのは簡単相原はやっぱりこんなもんなとランチおごってもらったりしてまあ分かったとね1票渡すわんやたらそんなにね頻繁に連絡も取ってきてへんやつが急に承認欲求なんもなくお金取られるっていうのは。 詐欺とは言えへんけどもやっぱり人間好きにと、そうあなたが好きにややったら何でもええやんか私を関わるのは嫌だ人間関係が崩れてくることもあるんではないのっていうことやんこんなことっていろんなことあるでしょ思います宗教でもあるやろうしそういうことはねいろんなねあるからそれがもうはっきりと毅然とした言葉で断ったらどうですかっていうことで言ってもいかがですかお返事来てますそうういとこやな こういうい人に一票入れてくれへんかなんて言われるやっぱりその好き <laughs> うんこういうとこやななんかななんかな失礼やわ大体ねおかしな思うとってんあのあれがペンネームがこの豚足ガールっていう切羽詰まってへえから <laughs> る一個も先発待ってる人がさ友達が美魔女出るいうての自分はトントンするるってそれはも、まあええー、わ、はい、じゃあ、えー、今週のお悩みです <laughs>、えー、大阪府のラジオネーム木綿のハンカチーフさんもう長年のことなのですが同じ職場の76歳のおばさんがトイレの後手を洗いません何度か注意したんですが私はトイレでどこにも触れずにやってるから汚くないなるほどトミーズマサロン ユミ2本しか使ってないから、ユミ2本しかなへん理屈やな、俺。それもあらへんかったよ俺、汚らないもんって。俺は汚らないもんあとあと、なんかさ、ウォシュレットなかったらさ、和式便所の、あの、溜まってる、水溜まってるところでティッシュつけて、それ。いや、言うてたよ。俺親が引いて、そんなわけないやん、言うてたよな。言うてたそれは知らんけど。いや、言ったよ。それ、ロケで言ったよ。ケ 手は洗わないのはよ言うてはったら覚えてた俺汚いもんもう言うてた言うてたな言う入たてきた。そういうもんだそういう問題。そういうもんだそういうそういうもんだじゃないですえっと言い張ってて笑いません仕事中おばさんがトイレから出てきたところを凝視するときびすを返して洗面台の前へ戻って洗ったふりをしますでも水の水の音がしないので100パーセント洗っていません水の音せえのに洗ってるふりすん このおばさんにどう言えばトイレの後手を洗うが伝わるでしょうか。女性のことやね。女性の方です。七十六これで、ね、だからこうねきっちりするっていう習慣が僕はコロナやと思うんです。ね、うんコロナ前やっぱりね僕もね甘かったと思います。お<ー>うんあの第一関節ぐらいしか洗いません。<laughs> でした。なじゃ、<事>男性の方が絶対汚いじゃないですか。かあの昔がちゃがちゃであって、はい、手をこうこねると煙が出るマジックのような。あんな感じでしか手洗ってない。<laughs> 洗ってない、ね。ないで,でもこれはバっさんの理屈じゃないけども。<laughs> この指しか突っ込んでないいやいやそうじゃなく多分ね他人に見てれるとこやなだからその俺がこの指を使って洗ってなかったとしよう。これで俺がおにぎり掴んで梅山さんに入ってやるやったってやるでくださいって言うかも言われても仕方がないと思うでも俺そんなことせえへんし別に誰とも手つなげへんしじゃこの指をやで梅山さんの鼻の上でブと入れることもないわけやじゃあさ ほっっといてくれが俺のの理屈やったこ,なこ78歳はもう、OK うん、で,でもやっぱりこそてで <laughs> コロナというものがあってからですよ、はい、そこはエチケットマナーの一個にも入ってしまったわけだ前から入ってんねんけどそれはちょっと甘いあのなんちゃって論みたいな感じやって「はい、手を洗いましょうね」っていう一つまあ皆さんまあまあ当たり前ですけどもあのお風呂のかけ湯みたいなもんですわ。 それもしたほうがええけども、うん、まあまあトイレの場合は別に他にねっていう金がどうのこうのいやそんねんとは思ってましたけどこのコロナ以降はやっぱやったほうがな皆さんいやだってそれはもう相手の受け取り方やから、ねはい、今のああの入り口で言ってうたらもう鼻の横にむっちゃくちゃでかい鼻くそついてたけど、うんうん、お前に迷惑かけてへんやないか。<laughs> 俺はお前のお前これやるかと鼻のくっつけるかお前にって言うてる生きやから <laughs> でも<じ><え>俺は正直んやからやけどやっぱコロナの前は甘かったから甘かった <laughs> ほんまの話やっぱ甘かったからそのそういうことで徹底してる人間ではないね々<な><の>山さんどう <laughs> なんか、きっちりせえとは言えへんけど <laughs>、はい、そういうズレが、特に、その、なんか、身だしなみとかも汚れてくるような気は、うん。 せんでもないよね。はい、どう、だから南とかね、僕はまあ仕事で南行ったり、梅田行ったりするやんか。はい、やっぱり南梅田ってその辺の商店街わけじゃないやんか。うん、どっかからやっぱり、その、来てるわけでしょうん。この黒田さん、そのね、手はしっかり洗うかもしれへんけど。うん、どこでおしっこしてんねんっていう人もおるわ。けそれはまた。<laughs> どこで、どこでしてんねん。<laughs> ほんまに、その、な,なんての、便器がここにあるのに。

直せということは無理ですここは言うたら手を持ってですよ、睡眠帳簿って、<laughs> おらおらって言うとこら虐待とか、ちょっといろんな問題になるから、やっぱり強制っていうのは無理なんですけど、やっぱりそこはもう、そういう冷ややかな目しかもうないんですよ。もしくは、もうウエットティッシュをもう渡してあげるから、<ー> 1>, 1枚、バット。 あならふ息を拭くやんか、ね、気持ちいいけどもしもしあるとした気持ちやからなこう気持ちやったらそのアルコール除菌を手でシュッシュッってやってね,ねぐらいじゃないともうこ,こういう76歳の方とかやったらやっぱり怒ったら長いしね,ねもうがんとしてもあ洗わんって決めてあるわけやからわしゃこれで病気になったことないとかそんなもんやんかそうですね強制はよくないけどもやっぱりそこはマナーとしてはやるべきですようんちょっと ななかか支払んよどんどん頑固なるし言うた言うただけで怒るし指摘したら怒るからねまあまあやっぱり一つがそうなったらだらしなくなるからまあええ鏡やなと思っといた方がいいかもしれないけどもさホースでな水ピーってやったらそれこっちが捕まるやんかそうですよあれ当たり前やんピーってやったらこっちが何してんのあんたってなるそれ怒られますよ ド野良犬のケンカやないねんからそんな <laughs> そんな水かけてるの。おっ そうですねもめ事がほどほどじゃないとあかんのかなという気はしますけどもね、はい、頑張ってみてくださいえ皆さんもうすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか迷っている事柄を詳しく書いて送ってください採用者には相原直筆色紙とボールペンステッカーキーホルダーそして梅山お手製千尺札,札をお届けしますはいえー、色紙と、えー、ステッカーが2枚千はいえー、札、うん、梅山さんの2枚はい、はい、2枚 2>、はい、楽しみにしていてください それではいただいたメッセージをご紹介しましょうはい、今日のテーマは 油断が生んだ悲劇ですはい、はい、えー、たくさんいただきました滋賀県はですねラジオネームウィーカニさんですカニさんはいイオンのフードコートでステーキランチを注文しましたゴールデンウィーク中の混み合う時間帯であったため席は満席でしたようやく端っこの方で空いた席を見つけいざ食べようと思ったら水をもらうのを忘れていました、うんえー、席にトレーと手持ちのトートバッグを置いたまま水をもらいに行きました、うん、水をもらうにも長蛇の列ようやく席に戻るとステーキのトレーがないのですえー、どういやられましたえー、食べない 今時珍しい食い逃げですえっ、ー、犯人も分からずもう一度注文する結末予算オーバーあるためキツネうどんに変更、えー、油断禁物でしたかわいそうすぎるおんねんねえど場所どこやったっけこ,これはだから<え>滋賀の方でイオンの風土が入 <laughs> っぱあらあのイオンかは分かりませんかもう分かる いろんな店が入ってるから日本も,中でもまあ日本人なのか何人か分からへんけど日食もやっぱりそのこう治安がちょっと悪なってるね、えー、とうとう出てきたイオンで食い逃げ、えー、しかも食い逃げっていうと人が多いからやつを食べるサ <laughs> ーッと食べて<で>あの注文して食べて逃げるやつあるけど、はい、初めてやね <laughs> 人勝ちをした,親つをたっっんんで逃げるて <laughs> いいうか暑らそな一瞬すごい続いて大阪府のラジオネームビーチサンダルさん包丁が長年の使用でくたびれてきて先日たまたまダイソーで買い物中に持ち手まで一体型のオールステーネスの包丁が300円で販売されていたのでまあ300円ならダメでもともとと思って買って帰りました手、うん、始めに納豆に入れるための白ネギをみじん切りにしてみたら驚くほどの切れ味、うん、昨日までの 切れのない包丁からしたら夢のようにサクサク薄く細かく切れるのでダイソーやるやんけと感心しました <laughs> とここで包丁の刃にこびりついたネギの切れカスを以前の癖でサッと指でなぞったところ一瞬の痛みのあと10秒くらい遅れて親指の腹が一文字に切れて大量に血が出てきたんです切れ味の悪い包丁に慣れすぎて油断しました新しい包丁はネギも指もサクサク切れました あのこの前ロケ行ったと三百円均一のね、あの梅田の方にできたこっついダイソーで、三百円のものも売ってて、なんか内装って今ゆえいダイソーっていう名前じゃないらしいんでなんかおしゃれな、ありますねでも確かにね、よう切れねってだから、いつも言ってますけど、包丁は切れへんやつの方が怪我するもんねよ落ちて切るからねあかんのよね、だからその、こんなもんやのとこって慣れて持って切れる包丁ならばーん行くやろさあ、どなたに差し上げましょうかそれ食い逃げやろ神さん お前でおかわりがううどん <laughs> んかにさんになててささし上げます食べてもらおうよはいいくださいいたくさんのメッセージありがとうございました。 えー、今日の三千頭身戦車の発表です。うん、大阪市西成区にお住まいのラジオネームジョジョさん。神戸市北区にお住まいのラジオネームサンマルクックさん。富田林市にお住まいのラジオネームすずちゃんさん以上の三人です、おめでとうございます。ます前回のストレージグルメ長野県産新州味噌の当選者は。大東市にお住まいの畑洋子さん。福知山市にお住まいのラジオネームおはさん。片野市にお住まいのラジオネーム鶴太郎さん以上の三人です、おめでとうございます。おめでとうございます。 来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円を、うん、また3人の方にそれゆけグルメをプレゼントします。 つくだにの詰め合わせです必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要ですはい今日の合言葉田舎臭い田舎臭い田舎臭いでお願いします大阪市内で生まれてそうですよええ、ラジオネームは心はロンリーずっとロンリーさん梅山さんの会が大好きですありがとうございます特に梅山さんの声が好きで一月の間に三回は聞き直しております梅山ボイスフェチの五十のおっさんです梅山さんお茶だけでもいかがですか お金はそれなりに持ってますこれあやらさんいかがですか行きましょうもうここはもうなりふり変わらずそこはもう出会いってこういうもんやからねあーどうですかチャンスですかうん今稲妻に打たれたような感覚でしょどういうことですかあ！っていうこれやっていう年齢は大丈夫ですか ?50 大丈夫ですちょっと離れてるかなと思いますけど普通やんな30と今50なんてな20の離れてるのが普通な関係まあまあそうですねでなく言うなよまあお前ごめんなさい

日々の生活が厳しいので節約のため自炊を始めました、うん、ところが料理がうまくいかずどれもこれももう一つ梅山さんも厳しい生活を続けられておりますが、はい、節約してますかいやめちゃくちゃしてますよ節約電気代も5月からまたポンと上がります、ね、上がりますね具体的な節約をやっぱしてんの、うんま、例えばスーパーパ行くにしても 二三点回ってメモしてこれはこっちの方が安いなとかはなんか梅山ちゃんが言うのと向川さんが言うのと重みがち違う。そうでしょう。向川さんなら何もしてないよ。なんか癖高いしてます。向川さんなら三百九十八すって言怒りそう。言って上がって言ってやがってそうですそうそういうのはダイヤでこれからは庶民感覚って必要よね。あの暖房金あったかってねやっぱり階段を降りることはしなければならないじゃないですか。これどうどうなんでしょうね。あんまりこうねその 初体ズレっていう言葉があるじゃないですか、あのー、のテレビに出てる商売があんまに出てる人はね、うん、でも今ベストセラーになったんがサラリーマンの人が1億円貯めて、はい、へえ<ー>20年間それは本,な 1> 1年本になったんよ<ー>でもそれは何すんねん言ったらもう完全に全部ポイント全部クシッもう完璧にしてでまあサラリーマンの方やからちゃんと給,あのあの給料から 税正規なお金だからポイン藤田智子さんとかそうやね情報はポイントめっちゃやんね十 40, 40歳47歳でおっしゃってましたけどねそれこそこの「四ちゃんテレビ」っていうの、はい、前情報んで出てあの声だけの出演出会ってんけどまあいいか悪いか別やけどもやっぱりそのものすごいやってあるかだからポイ活っていうねなんな今ポイカツやってます私もあ,あれねでもねほんまそれだけで本もめっちゃ売れてんええ あの浮くの結構う私がやってるのは距離によってポイントがたまるんですよでそれは飛行機でもいいし<ー>その車とかでもいいっていうのが一つとあとえ何のポイントがたまるんですかそれはお金に変えられるんですよんでも広告とか 見たりもするんですけど、それでこうポイント貯まっていって、例えばその車で十キロ移動した、二十キロ移動したっていう、はい、その移動したのがポイントに加算されてお金にかわるわけ。それがそのタンクっていうのがあって移動距離によってタンクが貯まっていくんですね。うん、でそれをまあ一回消費したら例えば十ポイントとか、で途中にガチャガチャガチャみたいなのがあって、うん、たまに百ポイントとか当たり当たったりするんですけど、うん、それが貯まっていったら。 お金とか、まあ、ペイペイとか、そういうのにも変えられるし、<ー>現金にも変えられる。車とかでもいいの。車でもいいです。だ俺だって、淡路島結構行くでよ、ほ、うん。はい、その時は、たまんの。たまります。で、それを続けて、でも、そんなすぐお金。た例えば、一年間、ざっとした時にいららい、うん。いくらぐらい。まあ、人によって、全然違うとは思う。だって、梅山じゃない、今日、京都ばっかり行ってるやん。京都と福島行くやんか、ほんなら。でも、それは、なんか、ジーピ使うから、めちゃくちゃ電池減るんですよ。ゆいな。<laughs> 言えよ。いくらか言えよ。電池代は結構かかる。電気代かかるんじゃ、ほんなら。なん、で、私、歩数だけで今やってて。歩くやつはい。歩くやつだけでやってて。あ、でもほんなんそれええよね。あの動けるから。俺もよく歩くから。そうですよね。で、二年で一万円貯まりました。あ、ほんなんええ年間五千。いいでしょ。だって、タダなんでやってることは。1万円で大きいよな。はい。二年でやけど。2年で一万円。まあ、まあええやんか。

マックスでたまるんでそれをまた GPS 入れてるから電池が減るからやらないっていう極端すぎるそんなに気になるかねすぐ電池減るんですよああそうなんででも GPS つけてるってなんかちょっと怖いよねどこにんだお前がどこが今どこにおるかっていうのもかるってとそういうのこともあるの多分それもだからそのマーケティング的な人の動きっていうのをチェックしながらそれはやっぱりそういうものっていうのは向こうも商売やからそれはそう。でなんお金渡してる場合やからね なあでレシートを取って10円とかもありますし、はあ、だもうそれこそ人のマーケティングじゃないけどどういうものを買っていくかっ、はい、らいの年代が、で携帯ってうそういうことやもんねいくつの人が持ってて性別が分かってこういうことやもんな、ね、JR、えー、と東日本銀行作るって言ってるなん<ー>銀行作るねんって。 貯めたらなんか普通車のなんかどこまでがただな新幹線のこれはただなったりだとか、えー、新幹線の普通車でグリーン乗れたりとか台で<ー>とかあんねんけど<ー>じゃあんでか言うたら今言うたみたいに。はいその かるんよね、その言うたこの50代あやらが例えばそれを銀行お金預けたほんならもうそのひも付いてるからどこにいつどこいとこで買い物してるかとかどこでとか、ね、ちょってことわかりやすい、ねうん、ほんならこの人にはこのまあそから情報をある意味よしあしはあるけど情報を教えるためにポイントっていうのはある意味あるんかもしれないよねはいだから大きなことです大きいです、本当に、今なんかあの 商業施設とかかででもそれぞれぞあれじゃないです阪急百貨店とかもあるしあれも私この間1年間で5,000ポイントぐらいたまってて、えー、でそれ乗のってスーパーでも使えたりするんで、えー、もう全部ポイントは貯めてますねええどうなるポイ活女子としていけるポイゃとりさんもあれやでやっぱりラーメン屋さんの餃子のたたけんめっちゃ持ってめっちゃ持ってる <laughs> めっちゃ持ってる <laughs> これで食ってこいよって言って餃子のただけんだけもらう、うん、富吉さん、うん、富吉さんそうなんてんのそうですこれこれで食ってこいよただラーメン頼めへんわけにもいけへんやん、ね、<laughs> 餃子のただけんだけで餃子っちゅうわけにもいかんからな <laughs> でももうその今のね今そういう時代なってきたから別にそれが、はい、恥ずかい時代でもないのよね、はい、なんかそれが仕事になったりするからそうですよね得やしうん。 あの梅山ちゃんってほらあの、のオフの時言ったけどその、やっぱ胸がちっちゃくなったことが今ちょっと悩みなんですよ汗てねやっぱり胸が大きいっていうのが一つの売りやったわけです、はい、ほん今日どんな売りやん <laughs> いや本人が言うてたからさそらそほんまあやらがいつも YouTube でそういうのやれって言ってたから,、うん、だからその、ポイント制にしたらどうなのあ、はい、人揺れなんぼとか。<laughs> まあ、その、YouTube じゃなくてもね、まあ、そのパブ的な <laughs> そ,れそれはまたちゃうわパブ的なとこで利益券儲たりしてあそうか YouTube じゃあかんねんなそういうやつはなそのそ逆に YouTube 厳しいねそうやなういうことだからそれパブ的な <laughs> <laughs> でもパブできたらお前言うてたんやけどそういうパブきなややったらあかんねやろそのエロの匂いとか性の匂いがするとあかんのやそれで逆に言ったら直接的なお金には変わりますよもちろんそのもうほんな商売が変わるよども公害せかったんやもっときついな絶対にそんな金ないんかいまあ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 節約はしてますねだから本当にさあ有り余ってる人の方が珍しいからなゆいやそうかそうか そうでだから京都行くのも最寄りやったら10分やのに安いあの電車賃自腹やから自分で払うから30分歩いて毎日なんか藤岡なんか自転車のあのあれ CM やった、えー、ループみたいな俺昂タであれえ昂、ー、タは便利だまだ自転車通ることあのなあの鍵が普通のやつやったらあかんねん バイクのやついんね。んだからそれ買ってへんからまだ動かされへんねん。ボアン努力もせなあかんし。ただ結構な値段しましたよ。それはするわ。なあでもあれあれそれ転倒契約してるわけでしょ。大きいやんそうそういうのはないんか転転倒契約で埋めまあ金頼むもんえないねないんかないんですそれはその KBS 共同でマラツある三十分歩いてももう死んでます。 ご、ごしょんとこさ。何もしないのに痩せるんですよ。それ、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 歩いてる。炎天下、そこまで歩いて、みんな出待ちやないから、俺らも知ってるやん。去年二回熱中症になりましたもん。熱中症だって。あ、歩いてるやん、お前何もしていの、痩せた。倒れて、倒せやで、通りがかった、おっさんにしもまれまくって。疲労とかろうやん、けお前。大変なんですよ、本当に。ありがとうございます。